さん、こちら非常でいや本当に今日は大勢の方にお集まりいただきましてありがとうございました。なんとタウンニュースにちょっと広告ページであれだけ出てたもんですから歴史上が始まった以来なんですよ。ほんで、なんと応募者が65名を超しほぼ70名という大所帯になりまして、それでまあぜひ皆様方に江南区の私たちの活動というものを理解していただきたいために江南区民の方を優先してお願いいたしましたもんですがその辺ご了解くださいまし。それではもう時間もあれでございますので講師長谷川が戦後日本地形図の歴史秘話をこれから始めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。それから休み時間にこの壁面に地図を貼ってありますからぜひ、ご覧いただければと思います。どうも失礼いたしました。いいです大丈夫。ただいま紹介していただきました、長谷川と申します。よろしくお願いします。ですね去年の9月ですか地形図の話をしたんですけどそれの今日は続編ということで題して敗戦から見えてくる戦後日本地形図の歴史秘話とで副題としてドイツ式からアメリカ式という題をつけたんですけどここでキーポイントはですねこの一番最初に書いてある敗戦から見えてくるとこの敗戦が全て戦後の地形図のですね歴史につながってきますということでこのところに出ている地図2枚ですねこれ神戸の5万分の1なんです。で左にある一色の地図まあ俗に言うドイツ式といって、まあ、戦前これの地図だったんですけどこれがね昭和39年に出た最後のドイツ式の一色の地図で右に出ているのがですね4色刷りのですね、地図でまあ私が勝手に決めたんですけどアメリカ式の地図ということで、それに移っていく紆余曲折のお話をですね、話題提供ということでお話ししていきたいと思います。まず第1部でですね、陸地測量部から、地理調査所へというあたりの話をですね、していきたいと思います。まあ、時はですね、昭和20年の8月15日、まあ、俗に言う終戦記念日ということなんですけど、まあ、ここの日に、天皇陛下がポツダム宣言の受諾で、玉音放送で無条件降伏を受け入れたという放送されるわけですね。まあ、日本全国悲しみの中に暮れるというような日だったんですけどこの時にですねその陸地測量部では何をしたかということなんですね。陸地測量部ではですね、陸地測量部にあった書類やそれからマル秘の地形図とかをですね燃やしたんですね。3日2晩なんかそのぐらいなんか燃やしたっていう話も残ってるぐらいに燃やされたそうです。でまあ陸地測量部でも混乱した状態に置かれてたわけですよね。でその中ですね一人の男の人がですね立ち上がるんですね。この人です。この人はですね大本営陸軍部の参謀、当時若干29歳のですね渡辺さんという人なんですね。渡辺少佐でこの人はですねその、大本営の中でも陸地測量部を担当してた人なんですけどこの人がですね、なんとですね終戦の翌々日、こういうふうな、ね、意見書をですね参謀本部長にですね、提出するんですね。終戦にあたり陸地測量部処理要綱案ということで、どういうことが書いてあるかということでですね、要するにポツダム宣言を受諾して無条件降伏したと無条件降伏したということは、軍の中の組織としての陸地測量部の解散や軍人軍属の身分は剥奪されちゃうだろうと、それで私はですね、陸地測量部の管轄の任務についているのでその陸地測量部に
仕事をしている職員、軍人じゃなくて要するに技術者です。技術者たちの身分保障のことが心配であるということをですね書いてあるわけですね。でどういうふうにしようかということで、提案が書いてあるんですけど、その用紙ですね、その陸地測量部の技術者たちの身分を保護し、組織をですね平時の編成の官庁である内務省に移管、要するに陸軍ですから軍隊ですから、それを内務省に変えて、さらにその名前を変えようと、その名前を変えて以前から存在してた組織として進駐してくるアメリカ軍と交渉しようと、まあ子供騙しみたいなことを考えたんですね、今にしてみると。それですんなりとですね参謀本部長のですね、お前に一任すると、お前がやれということで、この渡辺さんがですね一任されて、8月31日、まあ長い歴史もありましてですね、陸地測量部は約60年の歴史に幕を下ろすということになりました。あっという間です。そして翌日の9月1日、例の内務省の陸地測量、地理調査所というのが発足するわけです。で、この、左側の看板なんですけど、これがですね渡辺少佐が直筆で書いたものだそうです。それでまあこれエピソードとしてですね、この看板が書いたばかりですから新しいんですよね。新しいから綺麗すぎちゃうということで、わざわざ汚したという話が残ってます。これですね。でこの看板はどこに掲げられたかというとですね、東京の三宅坂にあった陸地測量部の本部じゃないんですね。この下のところ、下に、長野県松本の郊外にですね羽田村という村があって、そこの国民学校のところにですね疎開してたんですね、陸地測量部は。もう終戦間近になると長野県に 何でもかんでもが疎開するという、松代に、ね、大本営とかってありますけど、長野に行ってたんです。それでその地理調査所の名前の由来なんですけどね、これ渡辺少佐の話によると、こういう由来があるそうです。まあ、昭和20年になって本土決戦に向けてですね、大学の教授地理学者なんかを集めて平洋地理調査研究会っていうのを作ったらしいんです。その責任者が渡辺少佐だったんですね。でそういうこともあって、さらにですね、前回お話ししましたけど、明治の初め地図を始めたところは、陸地測量部じゃなくて内務省地理局だったっていう話、覚えてる方もいるんでと思うんですけど、だった経緯からでしてですね、渡辺少佐が地理調査所というような名前をつけたと。あくまでもこの人の一段独断みたいな感じなんですけど、私としてはいい名前だとは思うんですけどね。それで敵国連合国軍の方はどうかということで、まあ連合国軍って米軍ですよね。米軍が進駐を始めるんですね。まさに占領軍ですよ。日本は主権がなくなりますからね。で8月30日、マッカーサーが厚木に、降り立つということですよね。それで、横浜に行ったマッカーサーは、横浜税関に最初 GHQ の本部をあそこに設置するわけですよ。8月30日。でそれから3日後ですか、9月2日、東京湾の水売り号の上で、幸福文書の調印式と。でこれで正式に、第二次世界大戦が終結するという、世界的に第二次世界大戦の終結はこの日ということですね。でこの日にどういうことがあったかというとですね、この日にですね、もう横浜の GHQ からですね、陸地測量部宛て、まあ、陸軍宛てだと思うんですけど、戦前のその活動に関する報告書をですね提出するようにね、求められたらしいんです。で翌日係員が横浜の GHQ に出向いてそれを提出するという、実にですね素早い動きをですね米軍はやるんですね。でおそらくこれはですね想像ですけど、米軍はもう戦争中からですね周到なその日本の占領をするためのですねいろいろなセクションの計画を立ててたんでしょうね、きっと。
それで、それから、2週間も経たないうちですか、GHQ はあの例の有名な、東京の第一生命のところに、GHQ の本部を移転するということになるんですけど、それからですね約1週間もしないうちにですね例の、陸地測量部にですね視察団がですね出発するんですね。その地図関係を視察するために、これが9月23日です。これが東京を出発するんですね。どこ行くかというとさっき言ったこの松本の郊外のこの国民学校のところにある陸地測量部、ちょうど松本からあの松本電鉄って電車走ってますよね、あの途中です。羽田っていうところなんですけどね、そこにありました。でこれがですねその9月23日に東京を出発して甲州街道を北上すると。で北上して、この日はですね、川口湖の富士ビューホテルというホテルに泊まったんだそうです。でその次の日に出発する時の写真です。で、ここに、写ってる写真が、これがですねフォードの乗用車なんですけどね、このフォードの乗用車、実はですね戦中は参謀本部長のですね専用車だったそうです。だから敵国の乗用車に参謀本部長が乗ってたんですね。でその後にですねジープが4台連なって走っていると。この隊列でですね松本まで行くわけですね。でこのジープには武器弾薬食料が乗ってたと。いつ襲われても大丈夫なようにということで心配して行ったわけです。そして翌々日の25日にですねこの羽田の国民学校にある陸地測量部に到着と言って着いた時の写真がこれです。これはですね視察団長のダンバー大佐という人が隊長なんですけど、その写真でここにですねちょっとあの小柄で、背広姿の人が立ってますけど、この人がですね陸地測量部長、大前中将という人らしいんですけど、まあ騙してますからね、内務省ですからね、軍服着てないんですよね。で兵服を着てるわけですよ。でもアメリカの方はもう百も承知なんですね、そんなことはね騙されたふりしてるだけです。で米軍は何の視察の目的で行ったかということですね、渡辺さんが一番危惧してたのはあの地図のですね印刷原版である銅版というのがあるんですけど、銅版の接収を恐れてたんですね。ところがあの米軍はですねそれにはね全くね関心を寄せなかったらしいです。なぜかもう戦時中にですね日本のあの地形図の印刷図はほとんど手に入れてたんですね。それでさらに戦後日本の地図をもう作る段取りでいたわけですよ。だからその銅版なんていうのはねアメリカの方は必要ないんです、やり方が違うんです。ですからそれには興味を示さなかったと。で一番欲しかったのは何かっていうとあのもうソ連とのですねことを考えてあの満州とかですね中国朝鮮の方の日本が作った地図が欲しかったんです。というあれが違うんですね、日本と考え方が。そしてこれがですねあの視察が終わって東京に帰る途中、これ辻堂海岸でね撮ったね記念写真だそうです。でここに座ってあの大型の人がダンバー大佐で、ここにあのさっき言ったの渡辺少佐、この人が案内役で行ってますから、この人軍服着てるんですよね、なんかちぐはぐなんですけど、それでですねこ の, あの何人かいる中でですね大体あの西洋人なんですけど、一人だけなんか東洋人っぽい顔の人がいるでしょ。これはね日系二世で通訳の人なんですよ。これ黒坂という人の軍曹なんですけど、この方がですねこの戦後この地図測量の中で、まあ、言葉悪い言葉で言うと暗躍していくという形で時々出てきますので覚えておいてください。それで、一応その27日に東京帰って、その後10月から12月にかけてですねいろんな地図を接収したり、測量の機材を接収したりして、20年のいっぱいかけて接収が終わったらしいです。それで松本にいた
地理調査所の人はですね、東京に戻りたいわけですね。疎開ですから、あそこは。で、東京に戻りたいんですけど、前の出身の陸地測量部は5月の空襲で焼けちゃってんですね。5月の空襲で焼けちゃって戻るに戻れないんですね。で、どうしたかっていうと、ここに行ったんですね。千葉の稲毛のところから歩いて15分ぐらいのところにあった陸軍のですね、戦車学校の跡地、戦車学校、これ戦車学校だったところですね。ここの跡地にですね、あの例のいろんな接収が終わった後の21年の1月から半年ぐらいかけてここに移ってくるわけです、地理調査所の人が。それで、あの、まあ、終戦の時にはですね、陸地測量部員は1000人を超えるほどいたらしいんですね。まあ、そのほとんどがあの外地、戦場にいたわけですよ。戦場で地図作ってましたから。ところが、あの、地理調査所になって定員が320人にですね、減らされちゃうということで、残りの3分の2ぐらいはですね、戻る場所がないんですね。これが後々あのいろいろなところで影響してきます。で、当時のですね、千葉の思い出の話をですね、結構記録に残ってるんですけど、戦車がガソリンをかけられて焼けて赤錆の残骸になって隊列を組んでいたとか、から旧戦車学会の本部、これが本部だったらしいんですね。これが地理院の本庁舎で、戦車庫とか火薬庫は作業棟、さらにあの旧兵舎の場合、兵舎が職員住宅になったと。これがその職員住宅で、の前で職員とその家族が撮った写真ですね。我々のあの団塊の世代の人たちが、赤ちゃんが写ってるという感じなんですけどね、子だくさんでしたね。そしてですね、22年になると親の役所のですね、内務省が解体されちゃうんですね。まあ、あの内務省というと警察とかなんかも管轄してましたから、解体されて地理調査場はですね、それから建設院を経て建設庁に移るんですね。それで23年に建設庁地理調査所、この名前が結構長かったですね、建設庁で、建設庁になって地図の変遷なんですけど、まあ、これ一番左側がですね、まだあの陸地測量部の地図にハンコで消印をして内務省地理調査所ってゴム印をして最初出したみたいですね。それから22年に、内務省地理調査所という名前にして印刷されています。その後、これは建設省時代の最初の地図ですけど、建設省ってもうそれ名前証明は入れません。今の国土地理院も証明入ってないです。全て、地理調査所とか地理国土地理院しか入ってないんですけど、そういう形になっていったみたいです。で、先ほど言いましたように昭和21年の1月、千葉の稲毛に、移ってきまして、それからですね、早速米軍 GHQ がですね、いろいろとですね、地理調査所に命令、指令作業という命令を出すんですね。で、当時ですね、地理調査所は、米軍の工兵部の主任工兵官室、ここ工兵部があって、そこの中に主任工兵官室があって、これは丸の内の三菱商事部になります。で、そこからこれが直轄機関ですから、で、外務省の終戦連絡事務所から地理調査所に命令が下るわけですよ。こういう命令系統です。何せあの米軍があれですかね、主権者ですからね。で、それで次々21年の1月からですね、次々とですね、そういう命令が出るんですね。地理測量関係の命令が、これはすごいですよね。もうこんなの段取りついてたんですね。米軍はあの戦時中から、さっきも言ったようにですね、かなり詳細にですね、占領時の計画を立てて、これを実行したみたいです。で、これがですね、最初のあの命令書。これ、左のこれがね、あの、本文の英文のやつのコピーを、これあの国会図書館にあります。で、それの日本語バージョンがこれで。まあ、総司令部覚書って言うんですね。覚書、スキャピンとかって言うんですけど、それで、ここにですね、日本語しか読めないんで、
要求する要求するというと要するに命令ですよねという書き方してるんですね。それでここに、党司令部技術部は、本計画を監督する部門ねって書いてあるんですけど、英語の方だとこれチーフエンジニアって書いてあるんですね。先ほどの主任公平官室、ここが監督するって書いてある、ちゃんと。さらに、ここの一番下、総司令官の命によりと。総司令官というのは誰ですか。ダグラス・マッカーサーですよ。もう日本の総理大臣よりマッカーサーの方が上ですからね。マッカーサーの命令は泣く子も黙るって言うんですから、そういう形で、司令が作業が出されたわけです。それで司令作業をですね、一つ一つちょっと見ていきたいと思うんですけど、まず最初に出てきた司令作業、1番、測地基準点の標石調査及び復旧作業という、これは前回9月の話でもありしましたけど、標石というのは水準点とか三角点、を、現地に行って目視で確認し、その点に至る経路所在地をカードに記して提出と。対象の点は三角点4万点、水準点1万点、5万点で、その点で異常があった場合は新しく石を埋め替えて新しく三角測量、水準測量をやって成果を出しなさいと。その異常点が約1割の5000点あったそうです。で、ちょうどこの写真はその水準点のところで探してる人の写真ですね、これね。で、作ったのはこれです。標石調査カードっていうのを作ったんです。これ、店名とかで所在地、標石状況、経路とかって日本語と英語で書くようになって、ね、日付21年なんとかで、こっちにその見取り図を書くと、こういうふうなね、アメリカ人というのはカード化が好きなんですね。カードが、そこがあれ日本です。これが日本のその、前回見してご覧いただきましたけど、水天の木というやつですよ。剣滝天の木じゃないけど、そこに行くためのこれ、これじゃなんだかよく分かんないですよね。で、戦後ですね、こういうのに変わります。これも天の木ですけど、おそらくね、この米軍のこのカード式のやつから見習ってこれになったんじゃないかと思うんですけど、この作業がですね、結構かかりまして、6年かかってるんですね。21年から26年。で、次の2番目の作業、地名調査とうんぬんって書いてあるので、要するにこれ地名の調査です。ここに書いてあるのは5万分の1の地形図の地名の正しい読み方と、これをローマ字表記、ここが大事なんですね、ローマ字表記っていうのは。で、それを地図上の位置を書き、地名調査表にまとめると。これがね、地名調査表のね、表紙、インフォメーションなんか、ジオグラフィックネームとかって書いてありますけど、これをですね、地理調査所から、各市町村にですね、市町村場役場に、あれして書かせたんですね。だからこれを書いたのは、役場です。で、ですね、これ下のやつ、これ旧図ですけど、旧の5万分の1、陸地測量部が作った。で、ここにもう地名があるから、その地名に番号を振るんですね。7番、7番、白鳥、ここに書いて白鳥じゃない、白鳥って、でローマ字で白鳥、8番菅谷、菅野谷だから読み方が微妙に違うんですよね。それをですね、日本の地図はほとんど振り仮名振ってないですから、微妙な読み方がわからないんですね。それをですね、ちゃんとこう調べて、ローマ字読みのあれを作ったっていうのはね、すごく大事な点なんですね。ちなみにこういう映画見た方もいらっしゃると思うんですけど、硫黄島からの手紙って映画、あれが硫黄島なんですね。ところが先年、日本の地理院の2万5000の地形図が硫黄島にしたんですね。ただアメリカから文句が出たんですね。激戦地のあれのところで名前を変えるなっていうくらいですから、その何と読むかっていうのは大事なんです、本当は。で、これがですね、割と早く半年ぐらいで終わっちゃうんですね。市町村にやってもらいましたから。で、これがですね、戦後我々も書いたことあるんですけど、地名調書っていう、地図を作るときにはこれ地名調書っていうのを書くんですね、全部で、これはほとんど今のやつと同じなんですけど、足りないのは結局これは採用されてないんですね、ローマ字読みっていうのは。で、次の3番目、これがですね、航空写真の上にその、基準点を表示するという、ちょっと分かんないですよね。
米軍はあの戦後ですね、すぐにね、日本国内中の航空写真を全域撮るんですね。昭和21年から23年にかけて4万分の1の写真で6万6千枚ですって。それから都市部、横浜なんかそうですけど、これが4万で、これが横浜の1万の写真です。これを都市部で7万2千で、これだけを撮ったっていうのはね、戦後地理院でもほとんどないんですよ。だからいかにアメリカがこれを撮ってくれたかという貴重な記録の写真なんですけど、これもですね、米軍がね貸してくれるんですね。で、戦後こんな新聞記事が出ます。米軍の行為の航空写真、正確になる地図ということで、なんか感謝の言葉が書かれていますけど、まあそれは別としてですね、どういうことをするかというと、この航空写真を拡大するんですね。拡大したやつを現地に持ってって、そこの三角点なり三角点に行って、その三角点の位置を写真上にですね、印するんですよ。これ針で穴開けんです。で、それを刺針作業、針で、刺すって書いて刺針って呼ぶんですけど、これをやって、その航空写真上で三角点の位置をね確定しないと地図が作れないんですね。これをやるんです。これね、私がちょっと若い頃の写真なんですけど、こっちに熊五郎みたいなの写ってます。これ私なんですけどね、これがね、奥只見の方のね三角点をこの指針に行った時の写真です。私なんか手伝いに行っただけですけど、ここに航空写真持ってますけど、この写真拡大したやつ、これも指針終わった後で、ここで見取り図を書いてるんですね。ここに三角点があって、これうさぎ岳、うさぎ岳かという山です。2000メーターくらいの山、こういう作業ですから大変なんですよ。これが約5年ぐらいかかってるんですね。で、その次に何が、基準点関係が終わった後に何をやったかというと、今度はですね、大縮尺即図なんとか調査って書いてありますけど、簡単に言うと現地調査です。現地行って調べるわけですね。で、航空写真作るときに、米軍からのその4万写真を、航空写真を持って、セルロイドを重ねてっていうのはね、こんな感じです。航空写真ね、今はこういうやつなんですけど、なんかセルロイドでやったみたいですね。こういうやつをかぶして、ここの上にですね、いろんな項目を書いていくわけですよ。ここが畑だ、ここが田んぼだとか、ね、道路が1車線だ2車線だとか、建物で、ここは郵便局で、ここは学校の名前はないないとか、現地に行った時の調査したものをこれに書いていくんですね。書いていって、その写真の下の方な、下のような感じになるわけですよ、そっちのようにね。それでこのようにですね、指令作業をやるにあたって、米軍はですね、すごい協力的なんですね。こういう連合軍専用列車ってなったんですよ。これは、これの写真がそうですけど、白帯のこの列車。これ米軍の、要するに占領軍しか乗れないんですね。犬と日本人は近寄るべからずという感じの。だから日本人は乗れないんですよ。だけどわざわざ1両増結してくれたって話です。それでさらにこの写真、これ米軍のジープなんです。このジープに米軍の兵士の運転手を乗せて、やってくれたという話。さらにはですね、なんか上陸用終点までですね、繰り出してやってくれ、協力してくれたという話が残ってます。それでですね、これが約3年かかってるんですね、4年か。それでこの地理調査 で受けた各かその指令作業はですね、例の講和条約、要するにもう占領期間が終わる頃までにはですね、ほとんど大体終わったそうです。そしてその指令作業なんですけど、それ の意義についてですね、当時 の地理調査所の地図部長だった渡辺光という人なんですけど、これは後 の地図学会の会長になる人なんですけどね、この人がですね、我が国として独自に取り組まなければならないものばかりで、それが作業として出されたことは我が国の地形図の発展のためにかえって好ましい結果になったって書いてあって、さらに航空写真を利用して日本全域を正確な地形図に編纂することは意義が大きかったと絶賛してるんですね。感謝の電話を受けてるんです。でもですね、これ日本の敗戦国の日本のためにやったわけじゃないんですよ。アメリカはそんなね、お人よしじゃないんですね。アメリカは何のためにやって、自分の国のためにやってるんですよ。だからたまたま結果として役立ったかもわかんないけど、アメリカのために日本も協力させられたっていう面があります。
そしてその指令作業で、行った作業の結果としてですね、何があれしたかというと、その指令作業の終わったところから米軍はですね、日本の地形図を航空、さっきの航空写真 で一部修正して独自の例の5万分の1を作り始めたんですよ。これが日本の、これ金沢なんですけど、日本の5万、こっちが米軍が作った同じところの5万、これを使って例の航空写真で修正して、でこれを作り上げたと、ね、でこちらは1色の同一式のやつね、こっちは5色釣りです。で、ここに1キロメッシュの線が入って、さらに海側の方には 水深線も入ってるんですね。海の深さも入ってるというようなですね、こういうやつがね、この地図です。昭和27年にもう作ってるんですね。早いんですよ、やることが。でこの日本の地図はですね、9月の時も話しましたけど、平板測量ってやつ、現地に行ってこういう平板の板を全部現地で測量したんですね。ところがアメリカはこれなんですね。これね、 B29 じゃないんですよ。 B29 を改造した F13 という、写真偵察機、撮影機です。でこの撮った写真で作ってるわけですね。ちなみに昭和19年に東京に最初に飛んでくる飛行機 B29 って言ってますけど、あれは B29 じゃないんですね。この写真を撮るために飛ばした F13 という写真を撮影する飛行機だったんです。で、まさにですね、この航空写真測量というのを使って米軍は短期間でですね、日本のこの手の地図をですね完成させてしまうんですね。5、6年ですよ、あっという間で。これがそうですけど、これが陸測の地図の部分的なところですけど、これを使えるところは使ってるんです。この段階ではこの等高線見てください、同じでしょ。こっちは日本の地図から米軍の地図にいろんな図式を変えて色も変えてこうなりますけど、結局はこれを使ってるんです。で、ここにですね、制作記録っていうのが、米軍はね、アメリカはこういうのを きっちり書くんですね。ここに書いてありますけど、陸地測量部が昭和8年に作った5万と日本の海図を使ってヘボン式ローマ字で地名を表記って書いてある。航空写真測量で27年に第64工兵地検大隊が編纂したって書いてある。現地調査は26年になったということで、このですね、日本名でいう工兵64、あ、第64工兵地形大隊って、どこで部隊がいて、どこで作ったのかということで、ここで作ってたんですね、今の地図を。どこだか分かりますか？丸いって書いてありますよね。ねえ、そうですね、新宿の伊勢丹なんですね。伊勢丹のとこで米軍は地図を作ってたんですよ。これはね、昭和23年のアメリカが作った、シティマップセントラル東京という地図で、ここは新宿駅、これヨドバシ浄水場、ここに64工兵なんとかって書いてありますけど、ここが伊勢丹です。でここはモータープールなんですけど、そこの、撮った写真があります。でモータープールの方から撮った写真、ここにモータープールって書いてある、64って書いてあるんですよ。これは部隊名ですね。でここに写ってる大きいのがこれ伊勢丹、ということでここでですね作ってたんですね。これがその接収当時の伊勢丹の写真です。同じですよね、もうほとんど今とほとんど変わってないです。伊勢丹は少しは綺麗にしてましたけど、伊勢丹はもうほとんど変わってないです。でここのところにジープが止まってますでしょ、あそことから正面から出入りしてたそうです。そして、この伊勢丹が接収されたのがですね、終戦の年の10月、例の伊勢丹の3階以上を GHQ の64工兵地形大隊に、使うために、17日まで出ていけと命令ですからね、出ていかざるを得ないんですね。ということで伊勢丹が接収されました。で伊勢丹が出征された理由としていくつか挙げられていくと思うんですけど、それを、まあ、一つずつ見てみましょう。まず第一に伊勢丹が接収された理由、戦時中からね、伊勢丹の建物の陸軍がですね、陸軍関係が使ってたんですね。で昭和17年ということだから、太平洋戦争が始まってすぐですか、
にから始まって18年、19年、20年とで20年にはついに全部の売り場が軍関係のあれで使われたということです。それで一つですね、ここにね、六号車、六の桜の車って書いて、これが今の、コニカミノルタって、コニシロク工業とかって言ってましたね。それの会社の前身です。これが何で入ってるか、これがね、戦前の地図で、ここがヨドバチ浄水場で、ここに六号車って書いてあるでしょ、ね、でここは今のどこかっていうと新宿中央公園なんです。で新宿中央公園に行くとですね、こういう看板が出てます。写真工業発祥の地って、ここがね東洋一のねカメラとかそういうフィルムとかの工場だったそうです。そういう感じでここはですね、ただの普通のカメラだけじゃなくて航空写真のカメラ、撮影カメラとかフィルムも作ってたそうです。まあ、ですからね、あのその米軍の64部隊が同じことをやるんですけど、何かのこうね、因縁がそういう因縁めいたものを感じさせるんですけど、まあそれでですね、次、建物が豪華でね、昭和8年でできたばっかりですから、あのまだ12年ぐらいなんですね、終戦の時は。それでね、中焼けなかったんですね、伊勢丹は。それで隣にあるね三越はね、中まで焼けちゃったんですよね。でこれがですね、伊勢丹時代とあの米軍時代の建物で、中をどういうふうに使われてたかっていうのをちょっとあの上げてみたんですけど、まあ伊勢丹時代がね、4階が印刷所があったそうです。で米軍はそこ地図の印刷機械を置いたんです。5階に医務室があって、医務室6階に大食堂ってあったのが貸し館食堂、7階にお好み食堂が将校の食堂で、これ事務館というのは別館で隣にあったんですけど、アイスケート場があったらしいんですね。でそこを EM クラブというのは、あの一般の兵士兵員クラブというらしいんですけど、そこであのこんなことですよねここのところに伊勢丹って書いてあるの分かります？伊勢丹ってね、だからもうこの伊勢丹のあれの中だけで全てのあれがこう完結するようにですね、うまく米軍っていうのは使ってたんですね。これにはなんか日本の、あの楽団も出たことがあるとかっていう話です。そしてその伊勢丹の思い出話がですね、この人がねちょっとね書いてるんですね、あのペギー葉山さん。なぜかというとこの人ね、昭和20年の時は中野のね国民学校の6年生だったらしいんですね。でこの思い出話、私のうちは東中野だったんですが、周りは全部焼け野原、なぜかうちだけがポツンと残った。 ですから私のうちから新宿がポカーンと、その間に何にもなかった。これは終戦直後の新宿の写真です。何もないですよ、焼けた。ここで三越があります。これ焼けてんです、中で。夜になると新宿の伊勢丹が丸見え、遥か彼方に3階から上が米軍の接種、これが64部隊がいるになります。1階から2階はかろうじてデパートね、だから伊勢丹1階2階は使ってたんです。夜になると3階から上がわーっと明るくつくと、こんな感じですかね。でちょうど大きなクリスマスケーキが空中に浮いてるみたいだったと、ちょっと異様な光景だったというのをね、ペギーさんがねラジオのあれで番組でね語っているのが残ってます。で結局ねペギー葉山さんね、このあと中学高校と青山学院に行くんですね。で青山学院に行って、青山学院の 高校の時に、進駐軍にね、あの歌手で歌いに行くんですね。これも何かのこう因縁が上がったあれがあるんですけど、まあこれ雑談ですけどね。ということでもう一つ最後のやつ、三つ目に場所がいいとこだったということでですね、どういう関係かというとですね、その地図部隊関係が、その青梅街道に沿ってですねずらっと並ぶんですね。丸の内で GHQ で、ここに主任公益案室もあって、新宿に64部隊で、小平というところに123公平測量大隊というのは駐隊したんですね。でここには実測の部隊がいて、この部隊があの何さっき言って司令作業をね監督する艦長だったんです、あ部隊だったんです。そしてさらに横田、今も横田基地ありますよね、空軍の。横田は何がいたかって言ったら、さっき F13 航空写真を撮影する部隊が駐屯してたんです。だからあそこで撮った写真を、こっちへ持ってきて、写真測量したということですね。
そしてそれが関係が分かるのはこの先ほども見ましたけどこういう感じの流れがあってこの主任公平官室が64と123のあれに命令を出してでこのそれぞれの部隊が地理調査場を監督するという横のつながりになるんですね。もう地理調査場はがんじがらめですよアメリカのあれ でそれでまたこの人見ました先ほど黒坂さんこの人がね出てくるんですね。これはね陸地測量部だった部員だった青野さんの思い出話、復員して帰ってきた時に丸の内のこの主任公平官室の黒坂さんを訪ねたと面接してその場で採用するから伊勢丹に出勤されたいということになってただからこの人はこの、三菱商事ビルのところにいたんですね。で昭和21年だから青野さん帰ってくるのが遅かったんですよ。最後にいたんですよ最後終戦の時はだからもう枠がないわけですよ地理調査所の。だから仕方なく上司から紹介されたこの伊勢丹の部隊に入るんですね。でこの方がですね、その青野さんこの方ね。でこれ奥さん新婚早々らしいです。でこの人面白い経験してるんですね。この人はですね、久野さんが見つけてくれた下宿先が小平のこの123部隊だったらしいんですよ。でこの部隊がいたのはですね陸軍の経理学校っていうのがあったんですね。そこの庁舎をそのまんま接収してたんですね。でもうそこにはね地理調査所の人がね10人ぐらいばかしもう来てたらしいです。なぜかというとアメリカ米軍との連絡役でもうだってアメリカの例の命令で動きますからそこに連絡役として文書があったそうです。でそこに、地理の人と一緒に住んで、中央線で国分寺から新宿まで通ったと。で住まいは123のここで勤務先が64のここだから通勤時以外は全部米軍の施設で暮らしたという実にちょっと珍しい人なんですけどね。この人ね今年の年賀状この年賀状来たんですよ。なんか去年帝国ホテルで100歳記念してなんか記念のパーティー開いたみたいですね。今でも格釈としていらっしゃいます。でこの青野さんみたいのですね日本人たちがですねこの伊勢丹の地図部隊のところで働くんですね。もうほとんど日本人だったんですよそうやって実際の作業する人は。でその人たちを紹介したのは誰かっていうと地理調査所なんですね。ここで終戦後地理調査所は GHQ のさっきの言った主任公平官室から、航空写真測量技術者の提供依頼を受けた。ね、それで復員してきた元陸地測量部の技術者や満州にですね満州航空という世界で3番目ぐらいに大きかったですね航空写真を取り扱うところがあったんですね。満州航空っていうのは日本航空と同じような会社です。満州の日本航空みたいな。そこでも航空写真撮りです。でその人たちに声をかけてこの64の部隊に紹介してだから伊勢丹の上には400人ぐらいのそういう技術者が日本人が働いてたと。でこれがその米軍部隊の中で、このムルチプレックスって地図を描く機械の前でいる日本人の写真ですけどこれがムルチプレックスといってここに投影機が2台あるんですね上下上に2つ。でここにあそこにカラーの一番端のところにちょっと綺麗な写真あるでしょ。あれがその予測といって赤と青で右と左の写真を焼き付けたやつです。それの原理と同じようなやつをこの投影機から光をかけるとここの丸い板のところにさっきあれで出たように立体画像がここに出るんです。こういうふうに。でその下にこれ鉛筆のあれを書くというやつがありますからそれに沿って等高線や道路とかを書いて地図にするという機械です。でこういう赤と青の眼鏡をかけるこれの機械があれです。ですから米軍はこれ使ってたんですね。でこれねこれも私のちょっと若い頃の写真でこれの私の頃はこういう機械なんですね。ここにスイス製のステレオプロッタ A8 つって A8A8 ってこの業界ではですねこれは名機素晴らしい機械です。この投影機の右左がこれになってこれは赤と青ですけどここにプリズムを通ってこの接眼器というメガネのところにですね覗くところに立体画像が見えるようになってます。でここのハンドル右左があってここに
描画機があって、これでハンドル回すとこっちに地図が出てくると、こういう機械だったんですね、私の頃40年ぐらい前ですかね。で、これがね当時で2000万ぐらい、でこれね今の国土地理院の科学館という資料館があります。そこに展示されてます。でこれがね現在の図画機です。パソコンです、ただのデジタルで、航空写真自体がデジタルですから、もうフィルムで焼かないです。でこれでこう、こういうメガネ、これメガネかけると立体的に見えるらしいです。俺も1、2度見たことがあるぐらいであれですけど、まあ、このシステムだと数十万のお金で買えるそうです、うん、というふうな時代が変遷して、でここでアメリカの地図の作り方をですね日本人が勉強したんですね。でこれがですね、まあ、戦前は陸地測量部ってね職人の世界なんですね。それこそ先輩のやってる姿を見ながら、覚えていけと、ね、教えるっていうより先輩のあれを盗めというような世界ですよ、ね、それでところがですねアメリカの方はねマニュアル化してるんですね。今回マニュアルがあったんですけど、マニュアル見れば誰でもできるような感じで全てができてたんです。でそういう方法でやりますから、資料の収集とか整理方法、まあ、航空写真を徹底的に使うそういう作り方っていうのは日本ではなかったんですね。でこれがね戦後の日本の地図の作り方 の原点になります。でこの写真、これ本に出てるんですけど、伊勢丹ビルにてって書いて、日本人スタッフって書いて、女の人がこう何かやってますけど、これステップアップっつって写真植樹、地名とかビルの名前とかを写真植樹であれしてこう貼り付ける作業やってるんですね。日本には戦前なかったんですよ、そういうの。みんな墨で丸ペンで書いてたんですね、字を。これはタイプで打ったやつを貼ればいいっていう、そういうやり方でね。で綺麗な女の人が写ってますけど、結構女の人が結構この作業はいて、結構職場結婚が多かったというような話も残ってます。で、ということでですね、地理院の新しい戦後の2万5000はこの時に学んだ技術者たちのあれによって作られているということですね。でこれちょっとエピソードとしてですね、こういう話があるんですね。朝鮮戦争の時の話だそうです。でこの人はですね、西尾さんつって、さっき言った満州航空出身の人で、やはり仕事がないんでここに来たんですね。でここのあれに言うと、朝鮮戦争の勃発の時この部隊の仕事は俄然熱気を帯びてきたと。ある日のこと、私は暗室の中でムルチプレックスの例のやつです、赤白のやつ、という機械で地図を書いていた。ちょうど平形状化、今のソウルです、の 市街とその周辺を書いた時に、軍曹がまだ未完の地図は新しく持ち去ったと。で数日後マッカーサーの写真が新聞に出て、マッカーサーの前に置かれた地図を見てびっくりしたと、私が書いていた地図と全く同じだと、軍曹がわけもなく持ってった理由がようやく納得できたと。で最新の地図が必要だったんだろうという思い出話を書いてます。で、まあ、青野さんなんかの話でも、当時は本当もう昼夜交代でもう戦場から送られてくる、航空写真をもとに、地図を書いてたという話が残ってます。だから伊勢丹の上で朝鮮の地図ができてたということで、でいよいよですね伊勢丹の時代が終わりに来るんですね、そろそろ、まあ講和条約が発行されますから、ですね、この左の方の新聞、昭和28年の新聞です。伊勢丹など接収解除って新聞にも出てます。で、講和条約が発行して1年後の昭和28年、会ごとに解除され、6月に全部解除されたと、ね、8年ほどずっといたらしいです、米軍が伊勢丹のところにね。でこの写真、この左のこの写真ですけど、これはね青野さんからいただいたんですけど、これ講和条約発行の日にですね伊勢丹の屋上で撮った写真だそうです。でここにいる軍服姿の人はこれが隊長で、右端にいるのが青野さん、青野さんもこの頃にはですね日本人技術者の、責任者になってたくらいなんですけど、それで次どうしたかというとですね、新宿から
どこに行ったかというと、王子に軍ですね、北区の。そこにですね、旧陸軍造兵工場があったんですね。その跡地に移転するんですよ。で、これがね、1周年記念の時のね、裏表紙に書いてある。新宿から王子に行って。米軍こんなのまで出してるんですね。これ書いたのは日本人らしいですけど、これが伊勢丹。で、こっちは王子稲荷かなんかでらしいですけど、まあこんな感じでですね、伊勢丹の終焉を迎えて王子に行くということなんですけど、この写真、この真ん中に写ってるこの、どことなくかっこいい人なんですけど、これさん、これがですね、戦後、伊勢丹の3代目の社長になる人です。小菅俊夫さんっていう人ですね。この人が偉い人だったんですね。で、その隣、隊長と小菅さんの間にいる人、これがね、場違いでね、ここに陸軍、元陸軍の少将が、小川さんっていう人が出てくるね。これ一番真ん中ですよ。で、なぜこの人が出てくるか。その人のちょっとエピソード。この人はですね、エリートなんですね。工兵関係の、士官学校を卒業してですね、昭和16年、要するに太平洋戦争が始まる年に、陸地測量部に総務課という、軍事的政治的な面を扱うセクションが誕生して、そこの課長に就任するんですね。で、それからどん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 出世していって、18年に満州の関東軍の測量部長で、19年に南方軍の測量部長というようにね、栄転していくんですね。で、この人のね、あれ写真が写ってるのがこれなんですけど、ちょうど総務課長時代の写真で、この真ん中のところにこう小川三郎って書いてあるんですよ。小川三郎、この人がその小川三郎さん、ちょうど大佐の時代ですね。で、このね、隣のこっちに座ってる人、これ六号車、さっき言ったでしょ。だから六号車はね、かなりね、陸測とあれなんでですね、すごい関係がやっぱりつながったんでしょうね。それでこの後ろに立ってる人がですね、中田印刷の中田さんという人なんですけど、この人の思い出話があります。これがですね、思い出話が書いてあって、地図の印刷の発注を何社かと取り合った時に、ご機嫌伺いに行くと相手の気分次第で、仕事をくれると。当時お酒がなかったんですってね。で、課長なんかに、奈良の白紙家などを下げて持っていくと一番効いたというのはですねこの会社はですね、大阪なんですよ。だから奈良の白紙家なんでしょうね。ということがですね、本に書いてありました。だから絶大なの権力者だったんですよ。それで、ね、この人はですね、例のその満州行って、それから、シンガポール行くんですね。南方軍で南方軍行って、シンガポールから最後はベトナムのサイゴン、ベトナムのサイゴンでね、終戦を迎えるんですって。で、ここはね、フランス軍が管轄してたから、楽な終戦後の生活を、のんびりした生活をしたって話が残ってますね。で、21年に日本に復員で、22年にその64の部隊に勤務するようなんですよ。なぜか戦後ね、米軍は東西冷戦に備えて、満州から東南アジアにかけての情報に精通した日本人を探していたと。で、小川さんが復員後、日本政府を通じて米軍からの要請に応じて、米軍地図部隊に軍事情報顧問として勤務するようになったと。これはどこに書いてあったかというとですね、国会でね、この地図の問題になった時の、何ですか、議事録の中に出てきます。で、これがですね、地図局にいた時の小川さんです。で、これがマップリサーチブランチっていうのかな。これは要するにはね、軍事情報的なものをね、扱ってたセクションらしいです。で、真ん中にこの間立ってるこの人がですね、日系2世です。で、他の後の3人、この他の3人は全員軍人だという話です。というふうに、この小川三郎さんはですね、戦前戦後をあれですね、通じてですね、まあ昨日の敵は今日の友じゃないですけど、そういうあれを体験をしてですね、昭和40年に、亡くなりました。軍人でこういう関係で残ったのは陸地測量部でこの人だけです。あとはみんな技術者です。ということで、最後にですね、伊勢丹の話で、よくファッションの伊勢丹と言いますよね。
ね、その原点はどこにあったかっていう話がですね、伊勢丹100年史という伊勢丹が作った本に出てます。ですね、昭和26年に、小菅敏夫は3ヶ月にわたって欧米視察に羽田から飛び立ったと。この辺りの時はですね、まだ接収されている時期ですから、接収というか占領期ですから、海外渡航なんか一般人なんか持ってのほかなんですよね、うん。で、当時伊勢丹の3階以上が米軍に接収されてた。ここは大事なところでね、あの 1,2 階が伊勢丹が使ってたわけですよ。で、伊勢丹の 上はもう全て USA ですよ。 USA で一般の兵隊もいるし、と欧米の情報にいち早く接することができたんですね。だから軍事的なものは別にして、アメリカ人が出入りするわけですよ。とファッションの雑誌をくれたりね、そういうあれでいろんなものは伝わってきやすいところにいるんですね。また海外渡航の実現にしても、アメリカ米軍から便宜が図られたものと思われて、これあれ伊勢丹の社史ですからね、そういう伊勢丹が言ってるんですよ。この欧米視察によって伊勢丹は近代百貨店経営のノウハウをいち早くすることができ、今日のファッションの伊勢丹の基礎を築くことができたのでしょうと。米軍接収という、負をマイナスをですね、うまく生かしたことを忘れないでほしいと、ね、伊勢丹の100年史にわざわざ書くくらいで、いかにしてその64工兵地形大隊はですね、貢献したんですね。だから原点は、地図部隊にあったというお話で、午前中を終わりにして、前半終わりにして休憩にしたいと思います。5分、そう5分ね。じゃあ3時まで、はい、じゃあ3時まで休憩ということで。後半のお話に入りたいと思います。ここに休憩中に出してたこの地図なんですけど、これね、立体地形図って言うんですね。これ富士山ポコーッとこう膨れてるんでしょ。これ米軍が作った立体地図なんですね。実に見事なんですよ。これ高さが3倍に誇張されてますから、まあすごいですね。富士山もうとがってるように見えますけど、これがね、米軍がですね、昭和30年ぐらいに作ったやつです。25万分の1というやつで、とりあえず後半の話これからいきます。話題提供みたいな話で、この米軍の立体地図っていうのはですね、割と知られてなかったんですね。でこれがですね、平成15年2月17日、今日何日でしたっけ？ねえ、偶然にもね、同じ日なんですよ。だから約15年前にですね、こういう記事が出まして、米軍が作った朝鮮戦争の時の立体日本地図を発見って書いてあるんですね。でここにどういう記事が出てるかというとですね、朝鮮戦争中にアメリカ軍が作った立体式の日本地図35枚が草加の地球儀屋さんの倉庫で見つかったと。これが草加の地球儀屋さんなんです。でこれ社長さん、今会長さんやってますけど、で専門家は米軍は、平面図を作っていたけれども立体式の地図を残っているとは興味深いって、あんまり知られてなかったんですね。でまあたまたま俺インターネットで何か検索してたら、まあ、7、8年前ですけどこの記事を見つけて、この地球屋さんに見せてもらいに行ったんですけど、それがこれ3種類の地図が、立体地図があって、これがその一番古いバージョンのやつで、これは昭和26年作ったその米軍の立体地図で、ちょっとこの割とですね、戦争向けに作ってますから単純化されてるんですね。これ米中っぽいあれに東高線が書いて、道路鉄道が入ってるぐらいで、割と単純化されてます。でこれ場所はどこかというと、これ摩周湖、これ屈斜路湖、これ斜里岳、ここがオホーツク海、これ原生海岸とかあるところです。こっちが羅臼の方ね。
知床半島というところです。これが一番古いやつです。これはどうもね、戦争用に作ったみたい。北海道から東北にかけてありました。でその次がですね、違うこれだ。これがね、どういうもので作ってるかというとね、特殊なね、その強化プラスチックみたいなやつ作ってるんですね。でこれ裏側なんですよ。裏側取ったやつだからペコペコなんですね。で、あの石膏の型に乗せて、そのプラスチック製の地図をですね、圧縮かけるんですね。かけて作ったのがこれだから、軽くて持ち運びやすいんですよ。戦場に持っていけるんです。でこれがね、その作品のあれにアメリカのやつにの書いてあった英語版、プラスチックレリーフマップって書いてある。だプラスチックのその立体地図という意味だそうですけど、それなんですね。でこれが最初のバージョン、これが次のバージョンですね。昭和27年、これまた見事でしょ。さっきのあのカラー版のあの富士山と違って、これはもうほとんどあの白ですよね。道路と鉄道があと赤と黒で入ってるだけで、これもまたね白なんですけどね、あの光をこうかけると陰影がはっきりしますから、立体感がねすごくはっきり出るんですよ、ね、これが富士山で、八ヶ岳で、これが南アルプスですよ。まあ素晴らしいですね、箱根丹沢。まあこれもね、これなんか一番単純でいいんですけど、これがねなんかなんていうの、これ臨時版、臨時で作ったみたいですね、これは。でこれがね昭和30年作った、米軍が作ったまた立体地図で、この頃になるともうほら戦争のあれがなくなってますから、これが平時の地図をもとにして作った立体地図ですね。まあこれ素晴らしいですよね。なんか飛行機の上からですね、地上を眺めてるような感じ。場所はどこかっていうとですね、ここのところが、黄色のところが京都の市街地で、ここのところが琵琶湖で、これが日本海という感じのところです。でまあまさにですね、これ典型的なもう芸術性のある立体地図ですよね。この3種類がありました。でなんでこんな米軍が作った立体地図がですね、こんな地球儀屋さんにあったかということでね、いろいろとちょっと調べてみたら、こういう写真が出てきたんですね。この写真はですね、さっき言った渡辺地図部長というのがいましたですけど、その人が亡くなった時に出した追悼の文集みたいのがあって、その中に出てた写真なんですね。でここにずらずらずらっと並んでる3人、これが地理調査場関係の人ばっかりなんですよ。所長、印刷部長、渡辺地図部長、ね、でこの端にですね、その地球屋さんの渡辺さんのね、初代社長のこの春明さん、雲春さんという方が写ってますでしょ。だからおそらく地理院とね相当な密接な関係をですね、この会社の渡辺さんというのは持っていたんじゃないかなとは連想されますけど、はっきりしたことは分かんなかったです結局。で今のは米軍版ですけど、日本版が出るんですね。いつかというと昭和40年代の後半から50年ぐらいのところ、これがそうです、日本立体地政図って25万分の1って、これさっきの富士山のところですよ。これ笑っちゃうと思うのはですね、わざわざ立体式になって、もうこう立体的になっているのに、わざわざ断裁式って言って、標高が高くなるのに従って色を濃く塗ってる地図をそのまま使ってるんですね。アメリカ軍はそんなことしてないんですけど、でなんで日本にはですね25万分の地図はないんですよ。前回9月の時のお話しましたけど、日本は20万分の1なんですね、中縮尺っていうのは。だから20万分の1なのに、なんで25万分の1のこんなのがあるのかと。それがね、いろいろあれしてたら、その後分かったのは、これ米軍がさっき使った25万分のやつの母型っつうのは、その石膏板です。石膏板をアメリカのやつを借りたんですね。アメリカのやつは25万だから、日本のも25万になっちゃいますよ。だからアメリカのやつを借りて作ったのはこれと。結局日本ではその当時は手作りでは日本版のやつはできなかったです。でこの原版作るのもやっぱり昔等高線を彫刻刀で削って、等高線ごとにこう段差して立体模型なんて作ったでしょ。あれと同じように作ったんですって。手作りです。で
このテレビ見たことあります？このテレビでですね、今何が注目かというと立体地図、タモリのあれで見たことないですか？もうあの高低差ですからね、タモリは。でそういう微妙な高さのあれのタモリあれなんですね。でこれがですね、西村精密地形模型という会社のホームページ、ここに見てください。9月にブラタモリ高知線で立体地図を提供しました。この立体地図、これはねどうやって今作るかというとですね、ここに出てる 3D データ、もうデータなんですよ。全てデータを、それを自動成形機にかけるんですね。そうするとさっきのあの母型みたいなできちゃうわけですよ、簡単に。それで作ったのはこれなんです。今はこれなんですね。でこういうふうにですね、この何あの今結構そういう立体地図関係のあれが、本でも何でも結構売れてますよね。それでブラタモリ今度ご覧になったらですね、一番最後のテロップを見てください。こういう会社もですね、ブラタモリに協力してますから、アジア高速とか東京地図とかね、地図業界も一生懸命、ブラタモリのために一緒に協力してますのでご覧ください。ということで今のはあの、ね、余談ですけど、これからあのここから第2部というか、まあ、さっき地理調査所になったんですけど、地理調査所から今度国土地理院へというこの辺りの話を、していきたいと思います。まあ、あの例 の, あの松本の方から千葉の稲毛に引っ越してきたんですけど、やはりですね東京に出たくてしょうがないんですよね。であの昭和33年になってですね、やっとあのその稲毛からですね東京に引っ越すんですね。でそれはどこかというとですね、東急玉川線の大橋、東急玉川線って昔のあの玉電です。で、あの1両出して玉電の大橋の駅の近くということなんですけどね。で今でいうとあの田園都市線 の, あの、池尻大橋の駅のあたりです の丘の上にですね国土地理院があったんですね。そこは何かというと戦前はあの練兵場だったんですね。練兵場でその後米軍がねグラウンドで使ってたらしいです。それの跡地をに引っ越してきたということですね。これがその引っ越してきた当時の目黒区東山というところなんですけど の, あの地理調査所、最初まだ地理調査所ですの建物、まあ、あのコンクリート打ちっぱなしというかそういう感じの当時としてはモダンな建物でね、あの戦車学校のボロ庁舎からここに、ね、入れてという感じですね。そして33年に移ってきて35年にですね名前が変わるんです。ここで移転してきた時に変わるんじゃなくて2年ずれて名前が変わるんですね。国土地理院で、それどうしてそういうような名前になったかっていうのをですね、さっきちょっとあの西村精密模型団とかっつって西村って書いてありましたよ。あの西村さんはねこの元の国土地理院の院長なんですけど、これ西村俊二さんという人のねなんかねおじさんかなんかが戦前作った会社らしいんですね。そういうなんか関係があるとかっていう話を前に聞いたことあります。で、この西村その元院長の話だと、なぜ地理調査所からこれに変えたかっていうと、米軍との関係がですね深かった地理調査所の名前を変えたかったんではないかと、そういうふうに断定はしてないんですけど、そういう話をしてました。でこの件を任されたあの総務部長のこの上条という人、この人、この人がね国土という名前にこだわってたらしいんですね。で、またそ の, あの国土地理院の院で、院というのはあの役所の格付け、ね、調査所は嫌だと、格が下だということで院、最初は省にしたかったらしいですね。あの公安調査庁みたいなそういう庁、うん、町にね、でもそこまでは無理だろうということで院に収まったっていう話は残ってます。でた、ま、あのちなみにこの上条さんというのはですね、戦前は内務省国土局というところに、ね、いたぞということ で、それで国土にこだわったのかなという意味はあるんですけど、まああんまり国土地理院というのは何か何をやってるとか、俺もあんまり好きな名前じゃないんですけどね、まあそういう名前に変わったということです。
で、これがね、その西村さん、ここでこの人はね、立派な人なんですよ。 これこの地理院ではこれで名を馳せた人なんで、これも晩年の写真ですけどね。で、この人の話が時々出てきます。それでですね、例のあの対日講和条約があれして日本も独立国になったんですけど、地理調査上相変わらずですね、米軍との関係がねつながっていくんですね。その昭和27年に講和条約が発行したと。そしてまた同じ日にですね、今度は何かっていうとですね、日米安保条約保障条約が自動的でもないけど発行するんですね。今度はそれに絡んでくるんですね。で、まあ基本的にはあの占領の時はその、GHQ の厳重な監督下に置かれていたんですけど、今度は占領が終わった後も今度は日米安保条約でいろいろとですね制約が ついてくると。で、昭和28年には地図作成の方針運用に関する取り決めという、やつが決められて、その中に日本領土に関する全ての地図の総合交換、こういうことが決まったそうです。ですからアメリカ軍の地図を日本側に、日本側の地図をアメリカにと、そういうふうな取り決めが決められて、おそらくね今でもこれが続いてんじゃないかな、と思います。で、それ以後も結局地理調査上は、密接な関係を持っていくということになるわけですね。で、その占領中は指令作業って言ったんですね、命令指令作業。ところがその、占領が終結した後は今度は委託作業、ね、命令ではないんで委託作業、いうことになるんですね。それで、まあ、あの独立国になったんで、28年にあの地理調査上長期計画を立てるんだけど、実態は米軍のその委託作業や防衛省ですね、当時は防衛省の委託作業が9割で、独自の予算は1割ほどしかなかったということで、実質的にはその前と同じとあんまり変わらなかったということですね。そしてその米軍の方はどうかというと、さっきも言ったように伊勢丹の264部隊伊勢丹から王子へ移っていきますよね、28年に。そしてもうその翌年29年にはですね、この64部隊っていうのはねなくなっちゃうんですよ。64部隊はなくなって、それの元の親の隊29工兵地形大隊っていうのにあって、それに吸収されちゃってなくなっちゃうんですね。それでさらにですね、その3年後にね、今度はね本格的な、地図政策機関としてね、米極東陸軍地図局っていうのができるんですね。これが AMSFE ってやつというあれができてですね、来るわけです。そのあたりでですね、その米軍からこういう作業がですね、地理調査所にですね委託作業が入るんですね。どういう名前かというと、エクストンズにして、よくこれがですね、なんでこういう名前なのか、その西村さんに聞いたこともあるんですけど、俺は知らねえよということは言ってたんですけどね。これは北海道の2万5000分の1の地形図を作る作業なんですね。で、正式名称はね、ここに書いてありますけど、ムルチプレックス編纂現地点検並びに正解した需要調整に関する契約という長ったらしい名前なんですけど、まあ簡単に言うと、さっきのムルチプレックスって図書機で、地図の原図を書いて、それを持って現地に行って現地調査して、で帰ってきたらそれをきれいな原図に仕上げろと、ね、でそこまでの作業と。で、原図仕上げた後の製図と印刷は米軍がやるということです。で、これがあそこにも貼ってありますけど、Xゾーンで作った米軍の2万5000のうちのこれ、クッチャンってやつ、クッチャンです。このはクッチャンの市街地、この辺りに、羊蹄山がある、蝦夷富士がというところです。これが作られるんですね。これはあの国会図書館にですね残ってる米軍が作った2万5000の3枚のうちの1枚です。貴重なあれですよね。もうだから昭和30年にこれだけの地図をですね新規に作ってんですね。まあこれで5色刷りですか、
6色釣りなのかな、うん、でこれがですね日米共同利用の地形図の最初です、ね、昭和26年に最初警察予備隊っていうのができるんですね。それから保安隊っていうのになるんですよ。で昭和26年に防衛省自衛隊なんですね。でここで国土防衛の自衛隊に変わって、日米安保のもと両方で共同運用する地形図を作ろうという話になったんだと思うんですけど、まあ、当時はねソ連がいつ攻めてくるかわからないというような結構緊迫してた時代だったそうです。それでまあ何せだって北海道の中心は札幌周辺ですから、札幌周辺のですね2万5000を作ろうということになったようです、うん、でこれがですね、その後の地図一覧図ですけど、これは札幌、こっちが苫小牧でこういう感じ の、 千歳とかあるところですね。これが北海道の中枢ですね。でそれを囲ったこの辺りを昭和29年から昭和30年あたりにかけてこの地図を作ったんですよ。ね、それでここ の、 この政策記録見ても29部隊が、昭和30年に編纂したと。で現地調査は29年にやったものを取り入れてるというふうに書いてあって、日米共同運用ですからこの図式というのがあるんですけど、日本語と英語と両方で書いてあるんです、ちゃんとね、という地図を作ったんですね。でこの地図はですね、米軍さっき両方のあれを相互に互換して使うという協定がありましてね、あれを元にしてたと思うんですけど、米軍の地図を、米軍のこの地図をですね日本側の地図にそのまま利用するんですね。でこれが日本の2万5000で最初のあれです、航空写真を全部使って作った地形図です。それまでは日本の地形図というのは例の平板測量のやつ、これいくら米軍のあれで地図を元にしているけど作ったのは日本人たちですから、それを使ってこっちにしたのは初めての地図です、これが山側の方のやつで、これ等高線がこうありますけど、ぴったし同じでしょ等高線、ね、だからさっき前半でお話しした金沢の地図は日本の地形図をアメリカの地形図に利用したわけですよね、あの時は。この時は逆でアメリカの地図を日本の地図に利用した。変わってきたんです。で、このエクストンの作業のと思い出話というのはね、国土地理院のね、なんだ、回想録みたいな冊子があるんですけど、それに、出てる、いくつか出てたんですけどね、これ、栗山さんという人の話はですね、現地調査行った時の話で、当時は自転車が随一の機動力と、赤白の測量用ポールと同じ色に、車体を塗った、面白いですね、赤白に塗った自転車で、走るんですって、ね、それでそれに、平板って測量の機材を担いで自転、弁当と水筒を測量の旗でくるんで、もういでたちは村の郵便屋さんと同じように親近感を持って迎えられ、すぐに挨拶を交わせるような仲になりましたという、実にのどかなあれですけど、自転車でこんな北海道のですねところを調べるの大変ですよね。広いですしね。でちなみに私も現地調査っていうのをやったことあるんですけど、私の時代はねホンダのスーパーカブ、うん、あれでね回りました。1日100キロぐらい走って、それでもう一人の話がねこの武田さんという人の話で、この人はね現図図面作りの話なんですね、最終構成作業は王子の米極東陸軍地図局で行われ、だって最終的に納品するとこはそこですから。で検査されるのは地図局に勤務する日本人ね、日本人がそこで働いてるんですよ。そこの人に検査してもらう。で地図局の日本人米国人には親切に対応していただいたが、嫌なことが一つだけあったと。それはトイレで、その異様な光景に驚いたと。トイレを使っている人の顔や足元が丸見えなのであると。かなりのカルチャーショックをですね受けて、皆さんもご存知かと思うんですけど、真ん中だけドアがある時代が、今知らないんですけどね、ありましたよね。驚いちゃったらしいです。ということでですね、この極東陸軍地図局
というのがこの王子にあったということで、なんでこんなところにですねそんなもの作ったの。当時はこれがですね世界最大級の地図の制作機関だったんですね。でまあ昭和30年代の初めですから、ちょうどあの日米がですね対立してた時期なんですね。で極東はさらに一番、危険をはらんでいたところ でそこの辺りの地図を作らなきゃならないという要請があったんですね。これがね、その地図局ができて1年目に記念誌ができたんですね。それの表紙です。 USA Army Map Service Far East、 極東陸軍の地図局ということなんですけど、この表紙にですね書かれているこの地図、これはどこかというとですね、これは北朝鮮の平壌のすぐ右下です。の地図5万分の1です。平壌のこの辺りかな、平壌がその辺りのこの地図で、これだけのカラフルな地図をですね昭和30これ2年かにもう作ってたんですね、米軍は。ですから朝鮮戦争が終わった後、こういうふうな正式な地図をですね、作ったんですよね。それ戦争中はね、朝鮮戦争中は、ね、日本が作った白黒の一色の地図をですねあれで使ってたんですよ、戦争に。でこれがその王子の昔の陸軍の工場、造兵工場っていうのかな、の写真です。王子といってもですね、ここ の縦にまっすぐ走ってるのはね、これね今の埼京線、昔の赤羽線、ね、ちょっとこの辺りがね、十条という駅です。だからどっちかというと王子っつより十条なんですけどね。でこれ全体がその陸軍の工場だったんですけど、そのうちのこの辺りをその地図局が使いました。これがねその拡大したやつで、これが地図局が使って、でこっちの広いところ、この広いところは今でもね、陸上自衛隊の十条駐屯地、自衛隊が使ってます。で、これの中の、施設を見てみましょう。こういうふうに中にこういう施設で分かれて使ってました。で一番左上からいきましょうか。ここがですね地図、複製部って書いてあります。この複製部って要するに印刷所です。ここはこの大型のですねオフセット印刷機がずらっと並んでて、1年で何百万枚も印刷したという話が残ってます。ここ働いてる人はだから日本人なんです、全て。で、次のこの地図調整部、地図調整部っていうのはこれ広いところでこう机を並べていろいろやってますね。これは製図とかですね、それからこの2階のこのところにはさっき言ったムルチプレックスという図書機の部屋がですねずらっと並んでたそうです。ちなみにここら辺でこうやってらっしゃる方は女性たちが多いんですけど、ね、ステックアップという例の写真植樹をやってる人たちですね。で、これがですね地理調査部、この地理調査部というのはね軍事関係の地図に関することをやってたセクションらしいです。でこっちからこう撮った写真がこれで、ここにね陸上自衛隊、101測量大隊というのがいたらしいです。でこの写真でいうとここにね3階建ての建物なんですけど、この建物に10人ぐらいがですね陸上自衛隊から派遣されて、その米軍との地図の調整なんかの話を連絡事務所としてやってたという話ですね。だから緊密な関係になってたわけです。これがね立川にあるね陸上自衛隊の101測量大隊の看板の写真、今でもねこれの今名前変わりましたけど中央情報処理隊とかっていうのかな、今はそれがまだ確かにあります。で次がですねこの総本部というところ、これが正面の入り口なんですね。正面の入り口で入ったところにこの建物があって、ここにヘッドクォーターとかって要するに本部のあれがあって、ここに、から撮った写真ですね。でここにほら、韓国とかラオスとかタイとかカンボジアとかって書いて、ここに要するに東南アジアからの人が軍人が来て地図関係の地名のあれとか何かそういう情報をですね、何ですか協力してたという話です。でこの写真をくれた人がここに立ってらっしゃる小松さんという方がくれたんですけど、この人と7、8年前かな、同じ建物のところに行った時の写真、この建物今でも残ってるんですよ。今何かというと北区の中央公園にある文化センターとして使われてます。
で階段の同じあたりの場所で撮ったつもりの写真です、この人もまだご存命ですね、で、他の施設でいうと診療所とか弊社とかボイラーモータープールなんて、ね、この、 弊社に向けて撮った写真がこれ、これが弊社です。でこの人がさっきの小松さんよくまあ軍の関係でこんな写真撮らせてもらったと思うんですけどね。で、他にはですねこんな施設もあったんですね。テニスコート、ボーリング場、ボーリング場あったんですよ。なんかやらさせてもらったらしいですよ、日本人も。野球場、外国人宿舎、さっきのあのタイとかカンボジアとかからここに商工クラブで、ここではこういう人たちが働いてたんですね。ウェイトレスとかね、バーテンダーとか、だから都合ですね、ここで働いてた日本人はね1000人近くいたらしいですね。だから一大本当にね、地図制作機関だっていうの分かると思う。ちなみに今地理院のね総定員はいくらぐらいだって分かって思います？700人です。約700人全国でね。でここのこの人もいたんですね。ここに分かります？この人、ああ黒坂さんですよね。黒坂さん、ここにチーフコントロールカーズブランチとかってなんかのセクションのよく分かんないけど課長だかなんかをやらせたんでしょうね。だからこの人はねずっとこういうふうに絡んでんですね。でこの人は昭和34年ぐらいには帰国したらしいんですけど、まあずっと終戦からですから約15年近く、まあ、日米で、まあ、いいにしろ悪いにしろいろんな噂がありますけど、まあ、まさにキーマンだったんですねこの人は。だからこういう人の存在を忘れて、やっぱり裏話的なことに関わってたんですよね。でここの、陸軍 の地図局はですね昭和41年に解散します。で亡くなります。そしてその跡地は何かっていうとですね、これ覚えてらっしゃる方もいると思うんですけど、米軍のね王子の野戦病院になるんですね。ちょうどこの頃ベトナム戦争がねもう末期の頃で、負傷者が運ばれてくるわけですよ、ここにヘリコプターに。で一時ここで何ですか反対闘争とかなんかでだいぶ問題になったところです。それになります。そして、その60だ、ね、地図局が亡くなった翌年にこういう新聞記事がですね出るんですね。昭和42年ね、こっそり日本の軍用地図米軍に頼まれて作ると、国土地理院5年計画で完成ということで、この区域を作りましたよと地理院はというふうにこう新聞記事に書かれるわけですよ。そうすると早速国会で追及されるんですね。まあ、ここに新聞記事にはどう書いてあったかというとですね、米軍の要請により密かに日本陸軍の参謀本部さえ作らなかったような特殊な日本の軍用地図を35年から5カ年計画で作ったアメリカに渡したと。で外国の軍隊に日本の裸を見せるようなもので独立国家としてあるまじき行為だという話が書いてあるんですね。ところがねこれね国会で追及されてもね結構すんなり、なんか当時佐藤栄作首相ですけど、まあやむを得ないんじゃないかっていう話で結構そんなにね大きな問題にならなくてね終わるんですよ。まあ実はねこの話はねある程度の人たちは知ってたし、もうちゃんと公開してたんですよ。でこれがですねその軍用地図ってやつですよ。日本側の国土地理院ではね特定5万分の1と呼ばれてたんですね。でそれはなぜかっていうとですね、米軍は例の講和条約を発行した後もね北海道の5万とか2万5千さらに本州の北の青森からずっとですね長野県からこの石川県あたりにかけてですねもう地図を作ってたんですよ。5万分の1の自前で作ってたんだけど、でその後も米軍が作る予定だったんですよ。この赤いところもさっきの新聞に出たエリアも、だから変な形で残ってたんですけど、とそれまだその後はいいんですけど、で、この地図を地理院では5万、特定5万と言ってたと。で昭和30年5年から39年、東京オリンピックの年ですよね、までに450面作ったってあるんです。それを米軍は北の脅威があったから北からやってきたんですね。で今回はね南から行ってんですね、こういうという形で、作っていくのが
特定5番というやつなんですね。これがね、米軍側が作った特定5番です。特定5番というか5万分の1、これこれか、これコピーなんですけど、横須賀のこれはね、あの北区のね図書館にあったやつをコピー取らせていただいて、保存状態が悪いか色が悪いんですけどね、こういうやつを作ったわけですよ米軍は。これ全部新規ですからね。まあすごいあの精密な地図ですよ、5万で。でこれは横須賀のやつを拡大すると、東高線から道路から全て全部航空写真で作り直したわけです。で地名には、なんだ、ローマ字と漢字で書かれて、日本人でもアメリカ人でも共通して読めるようになってという感じでですね、こういう地図を作ったんですね。でにさっきみたいに日本語と英語の図式の中記も書いてあるということだったんですね。でこれがね、国土地理院が作った日米共同地図です。これが神戸、これが横須賀でしょ。変わんないでしょあんまり、あの周りの絵柄は別にして、周りの生色っていうんですけど、あっちが図式とかこっちはそのいろいろな情報が書いてあるんですけど、基本的にはね全く米軍の仕様なんですよ。米軍の仕様をそのまま日本が、あ、地理が、地理調整とかまだが作ったんですね。でなぜ、まあ、今度は国土地理院か、国土地理院が作ったのか、当時さっき言ったようにあのインドシナ半島あたりの情勢が緊迫してて、ベトナム戦争がですね昭和35年頃からアメリカ軍が介入していくんですね。そうするとそのアメリカ軍はそのインドシナ半島あたりのその地形図を作らなきゃならなくなってきて、まあ日本の地図なんか作ってられないよということになってきたんだと思うんですね。そういうことは書いてないですけど、あの状況から判断するとそうだと思います。でアメリカ軍はこのベトナムの5万分の1とかなんか作るんですよ。日本の仕様とほとんど同じでしょ。さっきまで出てきたやつと5万って書いてあって、メッシュが1キロで入ってて、色が5色刷りで、でベトナム語も入ってるんですね。こういうやつを作るのはもう忙しくて、日本の地図なんか構ってられないよということになってくるんですね。それでこの地図を作るんだけど、そのお金の出どころはどっから、ね、出そうかということになって、この新聞記事ですね、ここに余剰農産物協定という、ね、何のことだかよく分かんないんですけど、余剰農産物協定というのはね、あの第二次世界大戦とか、朝鮮戦争があった時に、要するに戦場に食料を送んなきゃならないわけですよ。そうすると大量にあの食料を増産するわけですよね米国で。そうするとその戦争がみんな終わっちゃったわけで、朝鮮戦争も。本当余った農産物をどうするかということで、それを輸出に回そうと。で輸出に回そうとしても、何、先進国じゃないところ、負けた国のところは金がないわけですよ。それはアメリカの金で払って、あげるよというような感じの協定ですね。でこの時にここ、米軍使用の23億円の残り、使い残りができたのでって、パン食普及地図作成ね、並列して書いてありますね。パンと地図と同じなんですね。それで皆さん経験あるかと思うんですけど、こういうの食べました？コッペパンですよ、脱脂粉乳コッペパン。この時のお金の出所がこの余剰農産物協定というところからで、そのお金と同じお金でその例のね、残った22億5千万で日米共同利用の地図を作ったと。昭和35年に覚書を交わして、作業内容を決めたというのが現実で、別に隠してたも何でもないんですね。あれはちょっとあのやっぱり勇み足的な記事だったんですね、あれ。そして、国土地理院でその特定5万というのは作ったみたいな感じのことになりますけど、実質的には違うんですよ。実質的にその特定5万通地形図は誰が作ったか、作業したかというのは民間のね、会社なんですね。で、昭和34年にその行うことになって、その作業は
地理、最初は地理調査だった。で、行わず民間の航空写真測量会社に外注することになるんですね。で、戦前の陸地測量部以来、日本のあの地形図は全部直営で作ってたんですね、中で。で、外注にするということで地理調査所の中のセクションの人間は全部反対するんですよ、大反対。それなんだけど、地理院の上層部からの直接命令で、外注することになるんですけど、まあ、地理院の上層部っても要するに政府の圧力ですね、政府だから、政府のあれによって、もう、外注しろということで、でこの外注方式がその後の地理院の産業の形になります。これも西村さんがそういう話してました。そしてなんでそれ民間の地図測量会社を作るかというと、例のあの64部隊じゃないですけど、そこの部隊で、米軍方式の技術を習得してた多くの日本人技術者がいましたよね。その人たちがね、講和条約発効する頃からどんどん会社を辞めて自前の会社を作るようになってくる時代だったんですよ。でそこで習得した、会社にですね、作業を発注するように、これもはっきりしたことはどこにも書いてないんですけど、アメリカの方からですね、そういう 力的なあれがあったんじゃないかと、後ろ添えというかそれがあったんじゃないかと私は想像するんですけどね。ということでですね、この民間会社12社というのがですね、その特定5万の作業をやるわけです。でこの会社にですね、いる人たちは例の64部隊にいた人たちが、独立して始めた会社がほとんどなんですね。例えばこのさっきの朝鮮戦争の話に出てきた、アジア高速の西尾さんとか、パシフィック工業とパシフィック航空測量という会社なんですけど、この青野さんとか、まあ、みんなそうですよね。そういう人たちが会社で、ちなみにこのパシフィック工業のパスコっていうんですけど、略称でパン屋さんみたいになるんです。パン屋さんの後なんです。こっちのは先なんです。これがね、昭和28年に会社ができた、当時の写真、まあね、できたばっかりで明るい顔してますけど、この会社の設立にね、こういう人がかかってくるんですね。ね、黒坂氏と協力って書いてあるでしょ。でここ の、 資本金の打ち上げ見てください。資本金100万のうち黒坂さんが60万出してるんですね、半分以上。でもうこの頃は軍を辞めてるんですよ。もう何か情報によると、昭和もう22、3年で辞めてるって話ですけどね。あとは軍属シビリアンで、結局この人はあそこにいたらしいですよ。今の代々木 の、 体育館とか公園があるとこありますでしょ。あそこにワシントンハイツってのがあったんですよ。米軍 の、 高級士官とかなんかが住んでた。あそこにね、この人はいたんですよ。でだから黒坂さんがこれに絡まってくるんですね。で なぜ黒坂さんがそれだけの力を持ってたかというと、これはそのここの会社の写真に載ってるんですけど、この GHQ の公平館というのは例の主任公平館室ってのがありましたね。このトップはこれエーブルさんという人 でこの人のね、絶大なる信頼をですね、得ていたらしいんですね。でこのだから黒坂さんのご機嫌、ここに書いてご機嫌を損んずることはできなかったということで、これだけ見てもですね、相当な実験というか力を持っていたと。でこの人のあれを何ですか、語らないで、日本の戦後の地図のあれを語れないということのようなことは話に聞いてますね。でも文章的にはどこにも残ってないです。ということで、これがね、会社設立の時の写真で、ここのところ左側に黒坂さんがね、ぴょこんと写ってます。でこのようにですね、米軍が発注した多くの地図の作業によって、日本の今の民間測量会社は発展していった原動力だったんですけどね。でこれがそしてですね、さっきの米軍が作った地図から日本版のその特定5万分の1をですね、作るようになったんですね。これはよく分かんない話なんですけど、これさっきは5色刷りだったの、米軍が作った。これはね、これは等高線が茶色だったやつを緑色に変えて4色にして、これがね、この地図がなかなかないんですよ。
これちょっともらったやつなんですけど、でこの特定という意味合いなんですけど、これも西村さんの話ですけど、特定というといかにもどきつい感じを受けるのであるが、それほど強い意味はないと。国土地理院で発行している地図で特に型破りで四色刷りで日本の主要部だけをカバーしようとする目的で作られたという意味から特定と名付けたものであると。なんか言ってる意味はよく分かんないんですけど、まあ要するにうさんくさい地図だっていうことですよね。なんか後ろめたいとこがこの言葉の裏には隠れているような感じのことを西村さんは言ってるんですけど、はっきりしたことはやっぱり言えないんでしょうね。だからこう困難というか奥歯に通やつでね、だと思うんですけど、で実際ですね、これがね、地図協会というところが出して地図の友というのがあって、そこに特定5万分の1って書いてあるんですよ。で、特定の地域についてって書いてあって、新発売で地図時代にはどこにも特定っていうのは書いてないんですね。5万分の1の地形図って書いてある。ただしここの下のところに、本図は国土地理院の5万分の1地形図とは一部、なんだ異なった図式記号を用いたもので、正規の基本図ではないと。なんかこう奥歯にね、これこそあるで、それで、著作権所有者が国土地理院で、印刷発行者が地図協会って、ここもねわざわざ地理院から避けてるんですね。あんまりその米軍関係のあれにあれしたくないと、直接で外郭団体の地図協会っていうところにその、発行者をあれしたいようですね。よくわかんないんですよ。だからなんか複雑な地図なんですけど、これがね、でもね、これが日本のね、その後の5万分の1のですね、原型ですね、形は。でこれがね、そのさっき言った地図協会が発行した特定5万分の1の一覧図ってやつなんですよ。これが昭和39年だから、ちょうど東京オリンピックの時に出してあるんですけど、ちょうどあの新聞で書かれた範囲と同じようなところを、さっきの四色刷りのやつを出すっていう、こうやって発表してるんですよ。でさっきのあの例の新聞が41年2年でしょ。だからもうこういうふうに出てるのに、なんであの時にああいう騒ぎになったかっていうのはね、不思議なぐらい。でこれがその翌年の昭和40年の地図の友というあの測量協会、あ、じゃあ地図協会が出している機関誌なんですけど、これにね、いよいよ発売ですよと、大阪、京都、神戸、名古屋の2枚に浜松の2枚、18枚で、この発行されたやつがさっきの神戸の、あ、じゃあ京都のなんとかっていうあれなんですけど、でここにですね、発行区域は随時拡大する、作業を進めていますって書いてあるんです。ところが結局ね、これ以外は発行されなかったんですよ。だからさっぱり分かんない。で、地図測量の100年史っていうのがあるんですけど、そこにもね書かれてないんですね、あまり詳しく。でこれでどうしたかっていうとですね、この左のやつはその米軍の地図ですよね、綺麗なカラフルな。でこれをですね、日本の図式を切り替えたんですよ。ここを境目見てください。東京ではぴったし一致するんでしょ。道路のあれも、なんで送電線のこのあれも図式は違いますけど、ぴったし一致。そうですよ、同じやつ使ってるんですから。それでそしてこっちにはこの1キロメッシュの線がないですよね、日本の方は。でここに書いてあるローマ字はないでしょ。ね、こう日本の5万分の1の地図に書いて、で色は全部抜けますから。抜けた後にどうしてるかというと、緑、ちょっと見づくい緑なんですけど、緑でその地類界、植生界を入れてる線で、だからますます実線で入れるからね、よくわからない地図になるんですよ。ベタでこう色をつけるから見やすいのに、その境目の線で緑で入れてるから見にくいんですね、無理して作ってるから。でこれをどういうふうに段取りでですね、こういうふうな地図を作ってたかっていうと、米軍仕様の地形図がありますよね。それをまず地理院に発注するんで、委託するんですね。で、委託された地理院は民間会社に発注で、そこで作ったやつを地理院に納品で、それを米軍に納品する。で米軍のやつ地形図が、これが左が完成して、それを今度地理院がまた日本の図式に、日本のあれで作って米軍に行って、それからまた日本のあれに、もうそういう地形図が戦後の国土地理院の地形図の半分以上あれしたんですね。まさに日米合作の地形図が戦後の
最初の原点だったんです。で、まあこれが最初一番最初の表題のところで出てきた、神戸の、米軍の5番。綺麗ですよね。色合いといい、あのコントラストが市街地の赤、道路の舗装しているところは赤の実線、舗装区分まで入るんですよ。で、これ山林が、水色で、これは荒れ地の記号だと思うんですけど、で田んぼとかなんかこれベタ、白抜きになって、いかにもこの境目がはっきりしますよね。線が入ってなくてあれですけど、でこれがですね日本の5万分の1に変わります。こういうのあります、同じ場所ね、東横線とかなんか道路とかみんな同じでしょ。ただ全てのものがメッシュ線がなくなって、ローマ字がなくなって、ベタがなくなって、地類界が入って、赤で市街地の装備用が黒の線に変わってということですよね。でこの中でですね、米軍の当時の面影を残すものが一つだけ残るんです。米軍の記号が一個だけ残るんです。ここなんですね、鉄道記号、私鉄の鉄道記号がですね、戦前はですね私鉄も国鉄もみんな旗竿なんですね。で戦後この米軍が使ってた、なんですか、直線に点々線線っていうのは、これがそのまんま使われるわけですよ、ね、で こっちがこれ国鉄東海道線ですよ。これは同じでしょ、米軍は全部鉄道がこの形消えて、で国鉄は旗竿になるんです。ただ私鉄のあれだけはね、米軍のやつ、これだけです、米軍の面影が残ってるのは。もし今度地図見ると、これが米軍の面影ですということだったんですけど、その米軍のあれが使って作った地図がですね、その後全部変わります。昭和39年から日本の基本図がですね、5万から2万5千になるんですね。で2万5千を作って、それを縮小して5万を作るようになります。それでそれが5万縮小して作ったのが5万です。これ細かいでしょう、東高線なんか見てください。これじゃないか、東高線なんか見てください。この辺なんか見るとよくわかるんですけど、細かくてギザギザが、だから編集してないんですね。縮小したまんまそのまんま丁寧にこう凹凸をつけるから細かくなっちゃうんですよ。だからね、正確なんですよ、正確だけど見にくいんですよ、という地図になるんですね。でこれがですね、昭和40年から約20年間かけて、日本全国2万5000分の1で、航空写真測量で、作られて、それからもとにして縮小して編纂されたこの地図が昭和60年に完成するんですね。でそれで約1200面ぐらいできるんですけど、ここで初めて米軍が作った地形図の絵柄がなくなるんです。だからここまで米軍の関係のあれがつながってたんですね。でここでですね、地理のやっと戦後処理というか戦後は終わったということです。そしてこれも余談なんですけど、実際ね、地理は いろんな工夫したんですよ。頑張り屋さんだったの、地理自体は。国が悪いんですね。地理はこういうことをやろうとしたんです。これが幻の地形図ということ。その当時ね、昭和47年ね、これ知ってる方もいるかもんで、北海道大学の堀潤一という人、これ物理学の先生なんですけど、地図が好きでこういう本を書いたんですね、地図の楽しみ。これは当時ね、このエッセイシストクラブ賞というのを受賞して結構ブームになった。この本に何が書いてあったかというと、この外国のね、綺麗な地図を紹介したんですね。もうこれで結構これ地図ブームになったんです、確か。それでこういう地図を国土地理院はですね、試作図を作るんですね。これ見てください。地名にはローマ字が入って、漢字とローマ字で、植生のところは森林とこは緑があって、畑のとこは少しオレンジっぽい色でという形のあれで、1キロごとのメッシュ線は入ってるわという地図をですね、試作図を作ったんですね、昭和57年か。でこれ札幌です。
まあ見事ですよね、うん、ああもうこれでもしあれしてたら日本の地図もですねヨーロッパとのあれと少しはあれしてたんでしょうけど、これね結局ね実現されない金、国はねこういうのに金かけたくないんですね、うん、これやっぱりお金かかりますからという意味合いで、地理は一生懸命頑張ったんだろうけど、あのその上のセクションね、上層部のあれのあれでこれは実現されなかったです。そしてですね最後です、日本の5万が終わります。これがね横浜のね5万分の1の最後の地図です。昭和、あ、じゃあ平成12年に作られたこの5万の横浜はこれが、最後です。で国土地理院はですね平成21年にね1万分の1の地図と5万分の1の地図のね作るのをやめるという決定し、全部デジタル化になるんですね。デジタル化でもう2万5000だけに集中するということになって、これがやめちゃいました。でこの記録見ても分かるように明治39年測量を採取して、で平成12年で終わりです。ですから今から20年ぐらい前のこの絵柄が横浜の最後の地図としての記録っていうかが最後ですというふうな形でですね、まあ、国土の変遷をこう記録し続けてきた5万は、まあドイツ式からこうアメリカ式っていう感じで変わってきたんですけど、まあ国、というかまあね上層上の方の考え方なんでしょうね。まあ華麗になるチャンスはあったんだけど、それになることなく、まあ、約100年のね、あの歴史に幕が降りているということで、終わります。どうもありがとうございました。はい、どうも長谷川さんありがとうございました、まだ時間ございます。ご質問ございましたらあのご質問いただきますのでどうぞこちらへ挙げてください。はい、どうぞ。ドイツ式とアメリカ式はどこが違うの？ドイツ式とアメリカ式とどういう違いがある？いや、あの作り方も違うし、平板測量と航空写真測量と、ね、それからあと、その作り方の方法も違うし、色のあれも違うし、もうあの全てがですねやり方自体も違うし、できた成果品も違うということですよね。よろしゅうございますか。はい、他にどうぞ。はい、どうぞ。あの先ほどの話で記事はあのブレムに公表しますとね、国土が真ん中になってしまう。うん。国の安全保障上問題もあるからですけど、今記事を作り、あの公表するに対しまして、どういう点をその安全保障上の配慮になる。いや、私もねもう現役でもなくて何もないんですけれども、多分ね、今地図情報はね例の Google じゃないですけどもう筒抜けだと思いますよ。今の日本の地図作りのあれのデータは中国で作ってるっていうことが多いですから、データを地図にあのメールで送りますでしょ、と向こうで地図を書くわけです。それを日本に送ってきて、これはね実際チリにはそういうふうには言われるけど、民間同士はそういうことをやってるんですよ。だからおそらくそのデータは北朝鮮にも行ってるだろうし、だから当然あのさっき言った日米で交換するっていうのがありますから、日本の地図今デジタル化になってます。これデジタル地図で2万5000のこれのデータは全部米軍に共有されてると思いますよ。ああ、外形はとにかくとしましてね、タイプに当たるところについてはどこに何があるか決めずに関してないでしょうね。それもないですか。うん、軍事的なあれっていうのはないですかね。これには隠してることはないです。丸型、あ、それはお互いしょうがないですよね。今あのネット上見ると各国の地図が閲覧できますよ。あのスムーズにドイツだろうがアメリカだろうがあのフランスだろうがもう自由に閲覧できますから、こういう地形図がもう逃げようがないですよね。そういう時代です。うん、はい、他にございますでしょうか。はい、どうぞ。あのね、はい、元国土地理院にいらっしゃいましたね、川崎さんという方です。ノバにごあの住まわれてる今方なんですけど、先ほどの一番最後の特定5万の話なんですが、ええ、
あの特定護岸の作業を民間会社がやったのが、ああ次の2万5000を作るのの助走になって、ああ非常にあのスムーズにスーッと移っていって、2万5000、日本の2万5000はあの作業をやったからできたと私は思う。ああそうですか、ね、だからあれは全く無駄ではなかった。ああねえ、ありがとうございます。ねえ、知人の方からそういうお話がね聞けて嬉しいです。はい、どうぞ他にございますでしょうか。で、皆さんお手元のアンケートをぜひお願いいたします。あの1枚だけ A4 版入っておりましたんで、入ってなかった、それじゃあ用紙は あると思いますんで。それとですね、これで今年の歴史講座講座4回分終わります。来年も一応6月、9月、11月、それと2月と4回この会場を使わせて行います。ぜひ皆様とまたご参加お願いいたします。で、まあこういう活動を含めまして歴史協議会としては活動しておりますので、ぜひ、ホームページ、今日の撮影したものも全部 YouTube を介して、掲載いたしますので、今後ともよろしくお願いいたします。どうも本日はご協力いろいろありがとうございました。